ねえか。ビジュアルラジオですよね。よく知ってるな。どうだ、スケルトンボディでかっこいいだろう。はい、かっこいいです。ん、待てよ、なんでギアッチがこれを知ってるんだ。私たちの国でも一昔前に流行ってたんです。と言っても今は製造していないので、私も実物を見るのは初めてなんですが。へえ、まさかギアッチの国にもこいつがあったとはな。けど女の子なのによくこんなの知ってるな。もしかしてギアッチは機械とか好きなのか。はい、大好物です。大好きじゃなくて大好物か。よっぽど好きなんだな。なら貸してやるから好きなだけ見ろよ。いいんですか。特別だぞ、こいつは俺の宝物だから。本当なら誰にも触らせないんだが、ギアッチはこいつの良さを分かってるみたいだからな。ほらよ。ありがとうございます。これってゲームのセーブデータを保存できたり、ミニゲームも遊べるんですよね。それだけじゃないぜ。その名の通りラジオも聞けるし、短距離だが無線通話も可能だ。あと有線でネットができる端末につなげば、外でもこいつでネットが楽しめる優れものなんだ。すごい、すごいですよ、うずめさん。いいな。これどこかにまだ残ってたりしないんですか。特に見かけたことはないな。だけどもし見つけたらギアッチに教えるよ。やっぱこういうのは価値のわかるやつが持たないとな。以上にネプッチも戦えるんだな。ふっはー、
まさにノーアルタカは爪を隠すってやつだよ。さてそろそろいい時間だし、向こうにいるギアッチを迎えに行こうぜ。はあ、外でネットするには公衆電話に有線で繋がなきゃいけないなんて不便だな。いっそのこと無線の装置作って街中に設置しちゃおうかな。で、今はそんなことしてる場合じゃないんだった。ハッキングして見つけたこのデータを調べないと。最後みたい。もしかしてこの国がこんな廃墟になった原因なのかも。うん、調べてみよう。おーい、ネットギア、そろそろ帰るよ。あ、お姉ちゃんが呼んでる。このことお姉ちゃんたちに伝えるのはもう少し確信を得てからの方がいいよね。どうだ、シェアクリスタルは本物だったか。ああ、本物だった。まさかこんなところにもシェアクリスタルがあるなんてね。君に手土産もできたことだし、今日中にそっちに戻る。なんだお前を。うわあ、え、海を、おい海を。今の絶対何かあったよね。ネプチ、ギアッチ、俺は海を助けにすぐに隣町に行く。ついてきてくれるか。もちろんだよ、早く行ってあげよう。わからないぜ。案外海尾と一緒にいたやつがかろうじて逃げ延びているんだよ。それで俺らを呼びに行こうとしていたところ、ここで偶然俺らと鉢合わせるわけだ。それでお互い超偶然っていうか、向こうもうずめも信じらんないって感じでさ。それであっという間に海尾のいる場所に案内してくれて、海
いじめる悪いモンスターをぶっ倒しちゃうってわけ。それで海をも助けてシェアクリスタルも見つけてめっちゃラッキーってみたいな。ポカーン。とまあもしかしたら偶然案内してくれるやつが現れるかもしれないぜ。いや今うずめがうずめっぽくなくて。気のせいじゃないか。いやいやいや気のせいじゃないって。だって今急に女の子っぽいというかギャルっぽくなったよね。それも一昔前の。自分のことも俺じゃなくてうずめって言ってましたよ。空耳だって。それともここには現実でも操るモンスターがいるのかな。うずめさん、うずめさん、本当に来たー。よし、ナイスタイミングだ、ひよこむし。ナイスタイミング。あ、いや、それはこっちの話だ。それよりも、どうしたんだ、そんなに慌てて。もしかして、海尾のことか。そうなのです、海尾さんがモンスターに襲われて大変なのです。案内するので、早く向かうのです。どうだ、二人とも、俺の言った通りだったろ。まさか、うずめさんの妄想通りの展開になるなんて。それもそうだけど、私はそれ以上に娘のあの性格の変わりようの方がびっくりしたかな。本人は隠したがってるみたいだけど。おい、何話してんだ。置いてくぞ。案内するので早く向かうのです。わー、待って待って。ここに海尾がいるんだな。はい、なのです。ここはもともと僕たちの仲間が住処にしていたのです。偶然奥でシェアクリスタルみたいなものを見つけたので海尾さんに確認してもらっていたんです。けどその最中にいきなり見たこともない大きなモンスターがやってきて。海尾さん、無事でいてほしいです。事情は分かった。それでそのシェアクリスタルは本物だったのか。もちろんなのです。モンスターに壊されないように今は海尾さんが持っているのです。なら早いとこ助けてやんねえとな。ってのはこの世界で一番多いモンスターでいろんなところで群れを作って暮らしてるんだ。群れ同士のネットワークもあってよくシェアクリスタル探しを手伝ってくれてるんだ。その代わりに僕たちを凶暴なモンスターから守ってもらっているのです。持ちつ持たれつ素敵な関係だね。けど私ヒヨコムシを見てたらお腹が減ってきたかも。なんでだ。まさかとは思うが
ネプッチの国ではヒヨコムシが主食なのか。違うって。さすがにそれはないない。私は食べたことないんだけど、ヒヨコムシって油でカラッと揚げて食べるとエビフライに似てるって言われてるんだよね。僕は食べても美味しくないのです。娘さん、助けてほしいのです。エビフライか、そういえば食ったことないな。なあお前、本当にエビフライみたいな味がするのか。誰か助けてほしいのです。ジェルリー、お昼ご飯を食べてないせいか、空腹のあまりエビフライに見えてきたかも。ねえ、エビフライって呼んでもいい？エビフライなのです。おお、いいな、エビフライ、個性的でいい名前だと思うぞ。もうダメだよ、二人とも。ほら、こんなに怯えさせちゃって。悪い、ついノリで。僕のこと食べない？食べないって。だから、ウミオのところへの案内頼むな。Yeah, but I'm sorry.
全部終わらせる。どいつにしようか。そりゃあ馬をかけさせやがった。待ってました。忘れたか。私の番ですね。やはり私にも。みんな私の活躍見てくれたかな。公衆電話とかの外部端末に繋がなきゃいけないし。エムギアをケーブルで繋いでっと。うん、これでよし。よかった。ここからならこの町の管理サーバーにアクセスできるみたい。プロテクトも一昔前のものっぽいし。よし、侵入できた。ほとんどのデータが壊れてる。けど、これなんだろう。見つかったデータはこれだけか。けど、この記録を書いたの、この間見つけたのと同じ人かな。おい、ギアッチ、何してんだ。